富士女子大学は、北海道札幌市北区北16条西2丁目1番1号に、本部を置く日本の私立大学である。1961年に設置された、大学の略称は、富士女子、富士。学部は、文学部と人間生活学部の2学部6学科、大学院は人間生活学研究科の1研究科に専攻から、なる。現在、 北海道では唯一の4年生女子総合大学である。学校法人富士学園の運営で1925年に創立された北海道発の5年生高等女学校である札幌富士高等女学校が起源。キャンパスは札幌市中心部の併設の中学高校と同じ敷地内にある文学部と札幌市に隣接する石狩市花川にある 人間生活学部からなる。道内の女子高等教育機関としては、最も古い。富士学園の創立者であるカトリック、札幌教区初代教区長ベンセスラウス、キノルド司教の、北海道の未来は、女子教育にあるとの意思を受け継ぎ、キリスト教的世界観や人間観を土台として、女性の全人的高等教育を通して、 広く人類社会に対する愛と奉仕に生きる高い知性と豊かな人間性を備えた女性の育成を使命としている。公明の党は幸訓の謙遜、忠実、潔白の特目を象徴したものである。花川キャンパス学部、学科文学部は英語文化、日本語、日本文学、文化総合の三つの学科を持つ。英語文化学科は英米文学、 英語コミュニケーション、言語学、英語圏の地域研究など、日本語、日本文学科は、古代から現代までの日本文学以外にも、日本語学や日本の現代文化を中心に、カリキュラムが構成されている。文化総合学科は、文化人類学やコミュニケーション学などを中心とする、異文化コミュニケーション系列、国際関係論や、政治学、社会学、心理学、 法学などを中心とする社会と制度系列、日本史や西洋史を中心とする歴史系列、宗教学や思想、哲学を中心とする思想と宗教系列の4つの系列を中心とした学際的なカリキュラムで構成されている。人間生活学部は人間生活、食物栄養、保育の3つの学科を持つ。人間生活学科では 住居、環境、ジェンダー、開発学、福祉などを学ぶことができるほか、中学高校の家庭科教員免許の取得が可能である。食物栄養学科と保育学科は、管理栄養士や保育士などの資格取得に向けたカリキュラムを中心に、学科の教育課程が編成されている。海外との交流も盛んで、人間生活学科では、 フィリピンセブ島でのフィールドワークが授業として組み込まれ、保育学科ではニューヨークの提携校での研修が行われている。また、学部が立地する石狩市を含め地域との連携、あるいは企業とのコラボレーションも活発である。毎年花川キャンパスから出荷される食物栄養学科の学生によるオリジナルブランドのワインは高い人気を誇っている。 大学院付属機関、給付型免除型対応型盗南、東アジアカトリック大学連盟加盟校、日本カトリック学校連合会日本カトリック大学連盟加盟校2012年度より、同じカトリック教育に基づく、上智大学との間で、1年間に及ぶ、学生総合派遣がスタート。石狩市と富士女子大学は、相互が協力し活力のある個性豊かな地域社会の、 形成及び発展に寄与することを目的として2010年に包括協定を結んでいる。ありがとうございます。